仕事ももう飛ば、クビになっちゃったりとかしてるんですよ。おかしないです。だって、これが偏向報道じゃなくて何なのって。こんにちは。こんにちは。今日お邪魔する須田慎一郎ですが。いや、何ですか。いや、ちょっと取材をさせていただきたいということで。いや、ちょっとすみません。すみません。あれどういうこと断られちゃった。入りましょう。はい、お邪魔します。何ですか、ね、ちょっと取材を今日はね。取材、はい、インタビュー。困りますけど、ちょっとだけですよ。ちょっとでお願いします。はい、わかりました。すいません、ちゃんと見てくださいよ、カラコン入れてんの。そうなんですよ、こだわって、あんまり機嫌良くないですか。ちょっといきなり来られたんではね、ちょっと非常に迷惑ですけどね、マスコミに対してはすごい不信感募ってるんで。あ、そうですか、はい、どのあたり不信感出てますか。いや、もうだって初日にあのセクシーポスターの件で、私警視庁を呼ばれて、たかが、まあ、言うたら警告ですよ、でバーって行ったら、マスコミ警視庁の前に100人ぐらい集まってて、もうその日ニュース通すじゃん、23時のニュースで、もう犯罪者扱いみたいな顔で映されまくって、あんな犯罪者みたいな扱いで映されるのもちょっと納得いってないですけどね。ということで、納得いってない中、ちょっとインタビューを続けさせていただきたいと思いますけども、そもそもなぜジョーカーなんですか。これは結構いろんな意味がありまして、まあ社会風刺聞かしてるっていうのはあるんですよ、でジョーカーのあのホアキン・フェリックスのジョーカーは、はい、見ました見ました、大好き大好きですよね、で要はまあ非常にかわいそうな状況で生まれた人がもともと精神病もあって、で結局最後それがダークヒーローとしてこう貧しい人たちの大衆労働者の貧しい階級の人たちがガーッと押し上げて、その上に対して権力者に対して不満の、その怒りのこう権化としてダークヒーローとして生まれますよね、そのキャラクターが非常にいいなと思ったんで、だから僕も今回の政見放送で権力者を揶揄するような、バカにするような政見放送にしたりとか、まあそういうのをちょっとイメージしてやりたかったんですよね。あの選挙でね、はい、このジョーカーといういでたちは今回が初めて、はい、いや、千葉県知事選挙3年前にも出て、ジョーカーで出て、それもそこそこ話題になったんですけど、まあ、そこからずっと流れでやってますね。で今日はこれぜひ伺いなきゃいけないし、先ほど触れたね全裸ポスター、はい、これは誰が考えたアイデアなんですか。あ、僕です。意図するところは、まあ最近申し上げた通り、いろんなことを今回揶揄するっていうかね、はいはい、問題提起していきたいっていうのはあったんですよ、で今回僕みたいな本末候補がまさか当選するのはやっぱ現実的ではないんで、とにかく自分の言いたいことを言う、今の社会に対しての疑問、自分なりの疑問をぶつけていくっていうのがテーマで、でまあいろんなポスターもうたくさん作ってたんですよ今回、200種類から300種類ぐらい作ってあって、でその中の一つに性的な表現の自由を、もっと広く認めようと、変に規制しすぎてるじゃないか、去年も埼玉県の水着の撮影会の話になったりとか、その前だと大阪駅のあのちょっとセクシーな漫画の広告を貼って問題になったりとか、そうやって結構毎年のように議論になってる話 で、で今回僕がその性的な表現のやつこれを貼ったら、まあ、どうなるかっていうところを、まあ、物議醸したかったんで、まあ、もちろん合法の範囲内でやろうと思ってたんで、あれを局も隠してるんで合法だと私は認識なんですけど、まあ、想像以上にちょっと物議かもしたし、まあ、警視庁にもちょっと呼ばれちゃったんで、ちょっとまあギリギリの線攻めすぎたかなと思ってるんですけど、まあでも一つはあの問題提起になったんで、それは良かったかなと思ってます。しかしあのモデルさんはよくご存知の方なんですか。そうですね、昔からイベントで、あのラウンドガールみたいなこうやってくれたりとか、そういう、はい、仕事の付き合いの方ですね。よく出てくれましたね。もう今はちょっと、もう後悔してるっぽいですけど、まあその時はノリノリでやってましたね。あ、はい、今関係性はそんな悪くなってるわけじゃないんですか。ちょっと心配なんですけど。若干悪くなってるかもしれませんね。そう、マジで。そうなんですか。僕は曲げないから、信念をね、もう分かっててやってるというか、こういうようになることも想定してある程度やってるんで、ぶれないですけど、彼女はやっぱここまでになるとは思ってなかったっぽいんで、仕事ももう飛ば、クビになっちゃったりとか、してるんですよ、だからちょっともう彼女完全にもう表に出ませんってなっちゃってるんで、そこでちょっともう食い違っちゃってるっていう、なるほど、はい、それとですね、あれ見ました、政見放送見ました。ありがとうございます。あの一番気になった点が一点あるんですけど、聞いていいですか。はい、どうぞ。あのテーブルの上に椅子を乗せて、その上でくるっと回ったじゃないですか、はい、
あれは落ちない自信があったんですか？いや、落ちるなら落ちるでありやなって思ってたんですけど、思ってたより綺麗にくるっと回れて、ですよね、落ちもしなかったんで、ハラハラドキドキですよ、あそこ見てる方も。そうですよね。あれ、うん、あの実は収録2回あって、ええ、絶対2回でどっちがで採用するってやつなんですよ、ええ、3回目取れないんですよ、ええ、あれ2回目採用なんですけど、ええ、1回目の時は椅子あれ持ち上げよう思ったんですけど、ええ、思ってたより重くて、あれめっちゃしっかりした椅子なんですよ下鉄でできてて、ええ、こうやって届かへんでガタンってなって失敗したんですよ、うん、2回目のチャンスでやるしかないと思って思いっきり持ち上げて乗せれて、ぐるっとできたんで、まあまあ思った通りのことまでできたって感じですけど、ただまあ映画のジョーカーの世界観っていうのが表現できたんじゃないかなと、はい、そうですね、僕的には一応なんで笑ってんのか、最初の1分笑い転げるのがなんでなんかっていうのを一応最後の1分で説明してるつもりなんで、うん、まあ自分的には一応構成としてはちゃんとできてるつもりなんですけど、まあでも多くの人は最初のちょこっとしか見てんやろうから、ええ、ただふざけてるだけやと思われてるでしょうけど、まあ、僕なりにはいろいろ意味があって、いや最後見続けちゃいますよね。あ、そうですか、ええ、いやそこに見ていただいたらちょっと理解してもらえるかなとは思ってるんですけど、あれはどうですか、あの数分間のね、はい、かなりそのシナリオというか練りに練った、はい、どのぐらい考えたんですか？いやもうめちゃくちゃ考えてますよ、もう半年前ぐらいから出ようと思ってたから、そこからもずっと考えてたんで、もうあでもないこうでもないって言ってもうずっと堂々巡るっていうか、半年前ぐらいから考え始めた感じです。早速ちょっと選挙の件に伺いたいんですけれども、あの草加市現職の草加市議会議員じゃないですか、はい、そうです、ね、はい、それを投げ打ってそうです、東京都知事選挙に立候補しようとする、うん、はい、その動機ってのは一体何なんですか？はい、ね、続けたかったんですけどね、うん、いや本当にだって議員報酬かって残り2年分ぐらい捨てて、はい、出てますし、今回の選挙もだって500万とか600万とかかかってるんで、相当お金で言ったらダメージ大きいんですけど、うん、ただでもそれでもやっぱり自分の言いたい自分の思う正義みたいなものをどうしても主張する機会は欲しかったんで、うん、やっぱり市議会議員をちゃんと僕の間にはちゃんとやってましたやったつもりだし、うん、まあ、市民の方からもね、うん、あのよく褒めていただいたりもしてたんですけど、うん、なかなかやっぱり全国的に見たら全く僕の活動を見てくれてる人なんていないっていう状況だったんで、うん、やっぱちょっとそれだとなかなかこう、まあ、政治家の役割っていうのは啓蒙活動が一番大事だと思ってるんで、うん、まあ、そういう意味でやっぱ東京都知事選って一番注目度の高い4年に1回の選挙ですから、うん、サッカーで言うとワールドカップとかみたいなもんで、ね、なるほど、うん、だからどうしてもちょっとそこで自分の表現したいことを表現する思想主義主張を訴えるっていうことをちょっと どうしてもしたくて、うん、その衝動を抑えきれなかったって感じですね、うん、はい、あのどうですか、さっき伺ったなんか、今回だけど5、600万かかって、はい、でしかも草加市議会議員というね、はい、職も失い収入もなくなる、はい、うん、損得勘定からいったと生活が成り立ってんですか？生活は成り立ってそこそこ貯金あるんで、あ、それなりには取り崩して、まあそうですね、ある程度余裕ができる状態に なってから政治の方の世界に来たんで、あ、なるほど、あの、まあ、お金的には別に大丈夫なんですけど、ええ、うん、ただまあ経済効果ちょっと責任言うとちょっと今回どうでしょうね、 あまりにも代償が大きいかもしれないですね。でもこれだけ名前と顔、まあ、まあね、素顔は売ってませんけど、うんうん、そうですね。いやだからもう、うん、昨日も街頭演説してたんですけど、もう今までと比べ物にならんぐらいやっぱり声かけられるんで、もうまあそうですね、そういう意味では投資効果としては300万以上の、うん、まあ全部合わせて500万ぐらいかけてますけど、500万以上の効果はあったでしょうね、うん、もう CM で言ったら何億かけたぐらいの効果あったんじゃないですかね、うんうん、あの河合さんにとって、あ、どっちがいいですか、ジョーカー議員と、あ、どっちでもいいですよジョーカー議員にとって、はい、選挙ってどういうふうな意味を持ってますか？まずね、選挙ってその、まあ、もちろん当選目的でやることではあるんですけど、うん、ただそうではない、まあ、使い方もあるっていうか、うん、要は少数者の人がね、多数派の考えではない少数者の考えの人が自分の主義主張を訴える唯一のその公平な場だったと思ってるんですよね。でそれ以外の場だと当然多数決で多数派にやられちゃうわけですよ、うん、政治の世界もそうだし、例えばじゃあ株主総会ってことも全部そうですよ、うん、なんだけど選挙だけは唯一公平に扱ってもらえて自分の主義主張が言えると、うん、でその僕は代行者でありたいなと思ってて、うん、だから例えばそのさっきのヌードポスターでも一部の人はやっぱりモザイク取ってほしいとかね、うん、全面的に解禁してほしいとか思ってる人っているわけですよ、うん、例えばじゃああと僕は言ってる家族法改正してね、うん、一夫多妻制にしましょうとか、うん、まあ同性婚とかでもそうですよね、うん、
うん、今の現段階だとやっぱ少数派だと思うんですけど、うん、それをやっぱり訴える場なわけですよ。だから、うん、僕はそういう人の代行者とし代弁者としてね、うん、なかなか言えないですよ、みんな表でも。そんなんね、はいはい、表現の柔軟なんだとか、じゃあ一夫多妻制したいとか、うん、ちょっと表でも言えないと思うんですよ、うん、僕は別に失うもんないから、政党も所属してないし、うん、別に会社勤めして上の上司がいるわけでもないから、うん、もう誰も言えへんと俺が重くそ言ったろうと思って今回出た、うん、まあ、そういう選挙の捉え方を私はしています。ちなみにプライベートのことを伺いますけれども、ご結婚はされてるんですか？はい、してないですね。独身。はい。加えてですね、今回このジョーカーの逸脱で出たことに対して、はい、で河合さんをご存知の方、はい、あるいは肉親の方、反応どうでした？はい、まあ千葉、3年前に千葉県知事選でも似たようなことやってるんですよ。その時はもうすごい親族からも連絡来て、もうなんてことしているんだって言って、もう縁切るレベルの話されてたんですけど、うんうん、まあ、今回はもう慣れてるのか、もう何回も私選挙出てるんで、これ6回目なんですよ、実は。だからもう多分慣れてるのか、もう誰も何も言ってこないですね。はい、この草加市議会議員ということで、この近所の方とかね、はい、今回都知事選に出てるって知ってるんですか？まあ、はい、そうですね、市民の方からは、はい、何人かはちょっと声かけられましたけど、でもまあおおむね思ってたよりも頑張ってねっていう声が多くて、うん、そこまで怒られてはないですね。なるほど、はい、今回の、はい、選挙のなんかこうゴール目標っていうものがあるとすると、それは一体何ですか？やっぱりこういう人間が一人いてね、うん、で、まあ、政見放送でも NHK の方のやつは権力者を揶揄してやってたつもりなんですけど、うん、まあ、そういうやっぱりなんていうかな、やっぱりみんな国民の怒りも渦巻いてると思うんですよ、うん、自民党等に対してね、うん、でそういうのを揶揄する存在として僕がこう、まあ、認識されれば嬉しいし、うん、でまあ、僕が今回言ったことちょっとでも皆さん考えていただいて、うん、ああそうか、こういうふうに思ってこういう表現の仕方するやつもおるんやなと伝わったら、うん、まあ、一つの、まあ、社会的意義もあると思うんで、うんうん、まあ、それがちょっとでも広まったらもうそれで僕としては満足ですけどね、うん、はい、今回のね、我々虎ノ門ニュースの、はい、企画趣旨というのが、はい、やっぱり大マスコミが取り上げない、まあ、今回は主要候補ということで、はい、3人ないし4人だけにスポットライトを浴びてる、うん、はい、そうじゃない候補者に対して光を当てていくっていうのが趣旨なんですが、はい、こういう少数って言ったらいいんですかね、主要候補以外を取り上げないメディアに対して何、はい、か思うとかありますか？いや、もうメディア腐ってると思いますよ。だってそもそもね、一番最初に私の顔写真をメイクしてるから載せないって、うん、普通新聞とかに載ってるじゃないですか、今回の候補者、はい、都知事選の候補者に載るでしょ、うんうん、私例えば読売さんとかあと何社か載ってないんですよ、うん、何でかって化粧取らへんから、うん、だから男性は化粧しちゃいけないってことですよ、うん、小池百合子さんがめちゃくちゃずっとおかしいでしょ、その点でおかしいわけですよ、はい、でそれいつもこれ問題になるんですよ、私の選挙出る時でいつもこれ揉めるんですけど、うん、でそれが言ってんでしょ。でそれからあと、テレビもね、うん、私もそのセクシーポスターはが決勝呼ばれてる時とかそれを剥がす時とかメディアさんいっぱい来てもらって映ったんですけど、うん、顔写してるメディアさんもあったけれども、うん、多くのメディアさんはモザイクかけてるんですよ、うん、で僕らみたいなその主要4候補者以外に関してはモザイクかけてるパターン非常に多いですね、うん、でところが4候補者に関しては街頭演説やってるとこバンバントップニュースでやるわけじゃないですか、うん、おかしないです。だって候補者全部公平に扱わなあかん、今選挙期間なのに候補者モザイク出さずにバンバン出して僕らモザイクかけられるって、明らかにこれが偏向報道じゃなくて何なのって、うん、選挙って一番公平に扱わなきゃいけないものなのに、うん、大手メディアがこれなわけですから、うん、うん、もうそれはもうやっぱ納得いかないし、それに皆さん、うん、国民の皆さん気づいてほしいなと思いますよ、うん、はい、それと今回ね、はい、56人史上最多みたいな選挙になって、はいはい、この状況ってどんなふうに考えておられますか？でこれ都知事選に限らずなんですけど、うん、地方の選挙なんかで、市議会議員選挙なんかでもそうなんですけど、うん、全部増加傾向に今あるんですよ。ああ、そうなんですか。はい。で、それはなぜかというと、やっぱり YouTube とか SNS の普及で、うん、あ、意外と選挙って出れるんだっていうのがみんな気づいてきたんですよね。うん、まあ、これはじゃあ悪いことかいいことかって言ったら、僕はいいことだと思ってます。な、うん、でかって言ったら、選挙権っていうみんなが行使する選挙する権利と、表裏一体の関係で非選挙権、すなわち立候補の自由というのが、国民がこれ認められてる権利なわけですよ、うん、これ憲法という最高法規の15条に規定されてる、うん、でこれは選挙権と一緒で当たり前に行使していいものなんですよ、うん、みんなどんどん出ていくべきなんですよ、うん、そもそも都知事選だなんだって、そういうね代表を決める選挙でちょっとしか候補者がいないっていうこと自体が
おかしいわけですよ、うん、たくさん優秀な人出るべきだから、うん、だからどん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 増加傾向になるっていうのは僕はいいことだと思うので、うん、国として流れとして悪くは なってないと思ってます、うん、はい、今回ね、はい、ゴールがあるとすれば、うん、まあ、票に関しては、まあ、もちろん取れるに越したことないんですけど、ね、まあ、あまりも別に当選が現実的じゃない選挙ですから、うん、まあ、あまりその票が多い少ないとそこまですごい気にしてるわけじゃなくて、うん、どっちかって言ったら僕の存在知ってもらって、で今後まあ SNS 等でも もう僕のやってることちょっとこうパフォーマンスしてるとこしかみんな見てないと思うんですけど、はいはいはい、結構真面目なあの動画も少し出したりはしてるんですよね、うん、まあ、これをきっかけに見ていただけたら嬉しいなと思うんで、うん、まあ、それが実現できたらゴールかなと思ってますけど、ね、なるほどね、はい、最後にですね、有権者に向けて、はい、一言言ってください、はい、お願いします、はい、まあ、セクシーポスターの件でいろいろと、皆さん、まあ、ご批判あると思うんですけども、まあ、私の活動それだけじゃなくてね、政治家としていろんなことを主張してるし、まあ、動画とか SNS も発信してるんでね、ちょっとぜひそういう活動も見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、こちらこそ、はい、ありがとうございます。楽しかったです。こちらこそです。